お疲れ様です。一緒にヒット頑張りましょう。最初はサイドランジニートゥーエルボーです。頑張りましょう。足をワイドに開いて内ももを伸ばします。肘と膝はお友達だよーという感じでしっかり胸の前で近づけていきます。お尻と内もも、腹筋に効くエクササイズです。ヒットは全力で一回一回やることが大事です。お腹の力を抜かずに背中をまっすぐにすることを意識しながら全力で頑張りましょう。さあ反対足です。膝をクッションのように使ってドスンと足が落ちないようにしましょう。膝が前に出ないように気をつけながらやるのがポイントです。肘と膝を近づけるとき、体が倒れないようにしていきましょう。理想の自分に近づけますよ。一緒に頑張りましょう。次はハイプランクでつま先タップです。お尻が動かないように頑張りましょう。肩の真下に手首があるようにセット。頭からかかとまで一直線になるようにキープしながら足を左右に動かします。体幹にめちゃくちゃ効く動きですよ。お尻が上下左右に動かないように意識しながらやるとさらに効果的ですよ。きついけど一緒に頑張りましょう。次は寝たままニートゥーエルボーです。仰向けになりましょう。膝を曲げて肘と膝をお友達にしていきます。なるべく肩甲骨のあたりまで上半身も上げるように頑張りましょう。綺麗な腹筋ができてくれますよ。今年は自分史上最高の夏にしたいですね。一緒に頑張りましょう。さあ1周目最後の動きです。バイシクルクランチです。頑張っていきましょう。足を伸ばして肘と膝を近づけていきます。なるべく低い位置で足を伸ばすとより負荷が上がりますよ。さあ自分との戦いです。今の自分のマックスを出していっちゃいましょう。30秒間の長めの休憩です。ちなみに私が今着ているウェアは大好きなルルレモンさんのワンダートレインというレギンスです。これめちゃめちゃひんやりとした質感で汗をかいてもすぐ乾きやすいんです。とにかくルルレモンのレギンスは履き心地が最高で足やお尻の形も綺麗に見せてくれるので長年大ファンです。タクトレの強いお供ですよ。さあ2周目です。サイドランジニートエルボーからいきましょう。しっかり腰を落とします。腰を引き上げるときに内ももをしっかり使って息が上がってきたら脂肪燃焼のサインですよ。きつい大変なのがヒットです。右上のタイマーは達成感へのカウントダウンです。頑張れば頑張るほど達成感が増しますよ。私も頑張るので一緒に頑張りましょう。反対側です。呼吸もしっかりしましょうね。下半身の筋肉は大きい筋肉なので効率的に全身の代謝を上げてくれます。下半身こそ辛いけどぜひ頑張りたい部位です。さあ自分の限界を一緒に超えていきましょう。クでつま先タップいきます。プランクは板という意味です。一枚の強靭な板になった気持ちで動いていきましょう。お尻が上下左右に動かないように、さあ一回一回頑張ってください。残り2種目です。次は仰向けでニートゥエルボーです。上半身もできるだけ上げるようにしましょう。息を吐いて腹筋を潰すイメージです。自分のお腹を好きになりたいですよね。終わったら自分を全力で褒めてあげましょう。の種目です。バイシクルクランチです。最後まで一緒に頑張りましょう。なるべく低い位置で足を伸ばします。ここまで頑張りきれば達成感半端ないですよ。自分を変えられるのはいつも自分です。筋肉と犬は裏切りません。さあ最後は自分の好きな自分を想像して走り切りましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。かなり息が上がってね、全身から汗が噴き出したんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。で、今回はなんと私が愛してやまないルルレモンさんとのコラボでございました。いや、本当に嬉しい。本当に私昔からルルレモンさんのね、ウェアっていうのは私服でもトレーニングでも愛用してて、まず何がいいって、生地が本当に抜群にいいんですよ。全然洗濯しても形崩れとかしにくいし、本当に長持ちしてくれる。で、実はね、旦那のダーウィンも仕事とかね、トレーニングウェアはね、結構ルルレモンをたくさん着てるよね。うん。去年の秋からルルレモンをデビューして、メンズウェアがあるって知らなくて、試してみてきたら、もう今は多分、7、8割ルルレモンで染まってる、いつも。私服がね。これ本当にリアル、そうだよね。ずっと着てるもんね。本当に生地がいいから、結構着回してる。そう、本当にね、私服でもトレーニングでもね、夫婦でお世話になってるこのルルレモンさんなんですが、今回着用していたのが、ワンダートレインレギンスというものと、あとこちらの T シャツでございます。あと中にはね、こちらのルルレモンさんのブラトップも着ておりました。色違いで私は白を着ておりました。レギンスは本当にね、すぐ乾いてくれる速乾性もあるし、今日みたいにね、めちゃくちゃ汗をかいてもすぐ乾いてくれる感じがします。でね、これぜひ触ってみてもらいたいんだけど、外側はね、なんかすごいソフトな感じなんですけど、肌に触れてる内側はね、なんかすっごい気持ちいいね、肌触りのいいな滑らかなね、質感をしてるレギンスなので、本当にね、1本あるとすごく便利だと思います。で、T シャツも汗がすぐ乾いてくれるし、本当にね、触ってみた感じがね、すごい着心地いいの。なんかね、何回でも着たくなっちゃう感じ。で、やっぱりね、ルルレモンの私が好きなところはね、普段着でもね、なんかすごいおしゃれに決まるところが、本当に本当にお気に入りでございます。こんな感じでね、近くのカフェに行くときとか、お買い物に行くときはね、トレーナーとレギンスを着たりなんかしております。で、私の周りのワークアウトしてる人の中でもやっぱりルルレモンのレギンスってめちゃくちゃ評判良くて、何がいいってすっごいね、足とお尻のラインをね、めちゃくちゃ綺麗に見せてくれるんですよ。そう、2年前アメリカ住んでた時もマジでみんな着てた、本当に。で、個人的に一番やっぱね、ルルレモンね、毎回買って良いなーって思うのは、長持ちすることなんだよね。形がね、本当に一個一個丁寧に作られてるから、何回履いても伸びにくいし、それがね、なんか個人的には一番ルルの強みかなと思っております。なのでぜひしっかりとしたレギンスが気になる方は、概要欄の方からホームページやインスタグラムをチェックしてみてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。じゃあまたねー。バイバイ。